レビ投稿した誰かが誰かを殺したって誰かの親が叫んでいた。なあ何のために生きてるんだっけ。冷めたコンビニの弁当をそのニュース問いに流し込んで明日を思う。やかましいなイライラしてきて力任せに黙らせた。あまたテレビでは昨日起きた殺人事件が流れてる。全部は朝飯と流し込んで占い待つ。I'm